ドジャースは、フレディ・フリーマンを、家族緊急リストに入れたと発表した。フリーマンは3歳の三男マックス君が感染症で入院したため、試合前にチームを離れていた。チェルシー夫人は、医者はオールスターウィークにウイルス感染したことで一過性滑膜炎を発症したと言ってます。座ることも、立つことも、歩くこともできない3日間。激しい痛みに襲われたマックス君は、緊急治療室に運ばれたという。彼は普段、薬を飲むのがうまいの。でも、彼はそれを吐き出している、と困難な状況にあることを明かした。まだ3歳の子だし心配よな。家族緊急リスト入りはもっともなことだし、しばらくゲームのことは仲間に任せて子供と奥さんのそばにいてあげてほしい。フリーマンも今は心配でたまらないだろうが、必ず歩けるようになる。笑ってあの時はと親子の会話の種にもなるから、今は家族のそばで頑張ってほしい。今は子供のことだけを考えてほしいな。元気になった時、ヒーローであるパパがいるだけでどれだけ心強いことか。一日も早く治ることを祈ってる。フリーマンパパの代わりは誰もおらん。それが全てだと思う。元気になるまでそばにいてほしい。それまでは他の選手が頑張ってくれるはず。アメリカの数少ないいいところよな。日本だと身内が病気になっても簡単に仕事は休めないし、休んだら白い目で見られ口の対象にされる。フリーマンの離脱とかかなり痛いけど、子供のことが心配よな。とにかくみんなで勝ってフリーマンを安心させてほしいわ。フリーマンが安心して家族に寄り添えるように、やはり勝利が必要よな。少なくとも今日は勝つ必要があったと思うぜ。これじゃフリーマンも安心できんよ。ここまで欠場なしで支えてくれたから、ここは勝って安心させてあげたいのに今日は痛い負けやったね。勝ち方を忘れたわけではないと思うから、明日こそ勝ってくれ。思ったより重傷なんやね。何事もなく回復することを祈ってる。チームのことは仲間に任せて、戦力ダウンは痛いけどそんなこと言ってる場合じゃない。マックス君の無事が最優先。